問1、村岡さんはシーバスやるときベイトやカラー等は気にしていますか。自分は釣れる釣れないよりも自分の好きなカラーで釣りたいのですが、村岡先生はどのようにお考えでしょうか。はい、まずベイトはめちゃくちゃ気にします。めちゃくちゃ大事です。イワシなのかサッパなのか、この白なのか、いるのかいないのか。いないときの方が大半なので、じゃあどこにいるか、少しでもねいそうなとこどこだろうかってことを気にしながら動くっていうのが、まあ基本的にもうスタンスに近いぐらいですね。カラーについてはあんまり気にしないタイプです。まあ強いて言うなら、パール系、クリア系、ホログラム系、大体3つ分けて使いますが、まあ実際ね、こうルアーの開発とかいろいろやってると、一つのねカラーもう1個のプロトで何十匹って釣ってくんですね。で昼も夜も釣ってると、まあ最初パールホワイトに塗ったプロトだったり、昔なんかだと削り出しの樹脂のまんまね釣るわけですが、それでもね昼でも夜でも普通に釣れるんですね。でじゃあカラー変えたらもっと釣れるようになるかっていうと、そんな変わんないかなっていうのが自分の個人的な考えです。でカラーについてはその3タイプを実際の釣りではローテーションしてきます。でそれは、効く効かないというよりは、効く状況っていう特異的な状況が結構あるんですね。大抵は関係なく釣れるけど、ここ一番断然マットチャートが強いとかホログラムが強いっていう状況があるので、一応大体ワンアイテムその3種類なんか、背中がチャートでもピンクでもどっちでもいいけど、ホログラムを持ってるよっていうような感じで、自分はルアーを3色ぐらい持ってきますね。皆さんは基本好きなカラーで釣ってもらったらいいと思います。なんでかというと、そもそも偽物で釣ってシーバスをね、ルアーフィッシング初めて始めた時、餌釣りからやってきた人ほど、本当こんなに魚食うのって思ってたと思うんですよね。偽物食うのって。でやっぱり釣れないと、初心者中級者の人は食うかな、もしかして見切られてんじゃないかなとかね、もうそもそもこれが餌として思ってもらえないんじゃないかっていう疑念と戦っていくのが初心者中級者の頃だと思うんですね。でその時やっぱり色っていう点で、少しでもこのカラー実績カラーとか、このカラーでは断然これが強いとか、この地域では断然この色強いって思えば、少しは投げ続けられるじゃないですか。だからどっちかといえば、気休めてたら言葉悪いけど、応援するって感じで好きなカラーを選べばより釣れやすいし、釣りやすいかなって思います。実際ね、こうブルブル立ち上げてこうメーカーやって気づいたんですけど、もう全国ね、ご当地カラーってバラバラなんですね。青森県行くと、もうグリーンゴールドっていうのも最強なんですよ。みんな使うし、大好き、グリーンゴールド。超過写真もそればっかり。で、今度行って沖縄行くと赤金なんですね。レッドゴールド。みんな赤金大好き。赤金投げまくる。赤金で釣れまくる。だから各メーカー絶対赤金がいるみたいな感じで。まあ、ルアーメーカーやってると、もう全国からこの色作れ、この色作れ、この色作れって言って、チャートが強いエリア、ピンクが強いエリア、もうバラバラです。僕は全国回って釣りしてると、そんなに持ってないので、違うカラーでやってるとね、この地域じゃこっちがいいですよって言われるけど、結果的には釣れます。だけどやっぱりね、僕でも揺らぐんですよね。赤金赤金みんな言って、それこそ隣で赤金で釣られると、釣り具屋行こうかなみたいな感じになります。それぐらいメンタルに効いてくるんで、カラーは大事って感じですかね。はい、ワームのカラーについて質問です。ラメ入りとラメなしではどのように使い分けますか。使い分けてないですね。基本ギラギラした反射が欲しかったら、まあラメ入りかグリッター塗装って銀色のね塗装を塗ってるニンジャリとかジョルティみたいな、反射するようなものが入ってるかどうかを使い分けることはあります。ただまあラメ入りかどうか点で言えば、やっぱりデイゲームの時ラメ入り使うし、夜は使わないことが多いかな。だけど、なんだかんだワームはあんまり管理するのが面倒なんで、自分は一本のジョルティを昼も夜もずっと使ってるんですよ。で、なくなったり消耗が激しくなったら、新しいカラーが違うのを入れるって感じするんで、まあ昼も夜も関係なく釣れてるかなって印象がありますね。はい、では6問目。原鈴さん、フルクリアの使い時がわからないので教えていただきたいです。フルクリアカラーだけは普通に投げたりいろいろやったけどダメだったのに、フルクリアカラーにしたら食ったってことが多いんですね。で、やっぱ塩が透明な時、だからやっぱホログラムでも見切られてるって時にあっさり釣れるんで、見られてんだなって時が使い時です。はい、まさこうさん、シャルダスようやく買いましたね。池取さん、ブルブルカラーの使い時はどんな状況？いや、もう昼も夜もいいですね。もう昼も夜もいいんで、ブルブルってカラーを作ったんで。はい、いいです。でも特に水潮の青空の日、やっぱいいような気がしますね。
色に対する考え方変わった？いやーそんな変わってないですね。まあ何でも OK みたいな。まあ何でも OK なんだけど、まあもちろん好きな、うんうんうん、自分がついつい使いがちな好きな色はあるけど、うんうん、何でも OK ですね。同じくなんだよね。僕はずっと変わんないんだよね。じゃあ、うん、だって釣れば釣るほど分かんなくなるね。そうだね。それこそプロととかさ、もう何もないやつが来るじゃん、ね、一番最初。それでも普通に釣れるもんな。釣れる。ロケとかでね、釣れなかったりするとさ、そういう時に助けてくれたカラーとかあるじゃん。はいはい。そういうのに頼ったりするけど、じゃなくても釣れるんだろうなって。10色です。模様のあるやつもあるし、ないやつもあるし。そんなに遊ばないよね。そうですね、まあ、最初なんで。あ、最初なんだ、はい。ピンクないな、そういえば。でも夜はとりあえず迷ったらハッピーレモン、うんうん、黄色の。最初に勇気が有名にしたカラーじゃないかな、ハッピーレモンね。そうです。多分この勇気カラーって言ったらハッピーレモンだと思う。間違いない。今から十何年前、それが一つのルアーの中でもダントツで人気で、うんうん、2番目の色と、ああ違うか、倍ぐらいの差をつける時もある。それが色の問題を引き起こして俺にとばっちりが来たこともある。この野郎にちょっと紫外線を当てて、ちょっとライト消してみ。おすげえ。視認性は世界トップレベルだぜ。これすごいね。あのワームまで光るの。ほら。え？中のボディも光るし、ワームも光るの。ワーム自体も光ってる。そうそうそう。へえ。でクリア。反射してとかじゃなくて。うん、でクリアの。流れ星にみたいに見えるから見てて。ほら。笑っちゃうでしょ。あ、流れ星って多分あの辺のカップルが言いそうな何かお願いしなくちゃ。釣れないかな。流れ星っぽかったな。この水中は水中相当キモいけどね。なんじゃこりゃみたいな。不気味に光ってこんな光って食うのかって思ったら、この間ほんと数頭で釣れて、関係ないんですね。確信持った。こんだけ光ってても食う。こんな光ってるこの城見たことないはずだけど、なんだ、さすがに光ってたら食わなさそうな気もするけどね。まあでも夜行中の時、ベイト走ったら光るから、うん、それ食ってるぐらいだから、そうだね、気にしないんじゃないですかね。Thank you.